チャオ、あっちゃんです。今日ね、ちょっとね、ロピアでね、でっかいシューマイ、皮のせでかシューマイを買ってきたのよ。これちょっとね、あっちゃんと他のこといろいろやって撮影しとってね、今ね、お昼3時ぐらいでね、3時ちょっと前ぐらいだけど、ちょっと小腹が空いたんでね、これを食べましょう。なんやかんやでね、最近ちょっと撮影とかでね、お昼がずれることがあってね、いただきます。あ、これだけ、お腹いっぱいになるんですね。うん。おいしい。ほんまにこの逆転の発想でね、シューマイってこう、中に包んで蒸し焼きするけど、種作ってさ、皮乗せて蒸すって。うん。まま食べても美味しいけど、からし醤油がうまいね。うん、おいしい。まあね、ちょっと小腹空いた時にね、こういうの買っといたら、よいしょ、ついついね、お行儀悪くてね、日本橋ね、してしまいそうになんねんけども、硬いからね、ついつい硬いし大きいからね、なってしまうけど、お行儀よくね、うん、美味しい。これはね、まあ、ロピアのね、中でね、結構あっちゃんリピする商品やねんけど、前にね、テレビでやってたんよ。んだめ、向こうにね、うん、そうですね。んで、行ってんけど、置いてなかったよ。んで、食べたいな、食べたいなって思っとったんよ。そしたらね、ちょっと遠くのロピア、奈良の、ミナーラって、スポッチャあるとこね、あそこのロピアに売ってたんや。で、思わず買ってきて、美味しくてね、これは美味しいなと思って。また食べたいなと思っとったら、桜井ロピアに売っとったんよ。そっからね、何回かリピしてんね、うん。こっち引っ越してからでも2回か3回ぐらい食べてるかも。うん、ぐらい、リピしまくってる。これね、5個入って600円。1個100、120円ぐらいか。まあ、120円。豚まん1個分ぐらいの値段の。と思ったら安いよ、うん。おやつにね、ちょうどいい小腹空いた。動画撮らずに結構食べたりね。昼間にね、おやつ感覚で食べるのにはちょうどいい感じでね。うん、もちろんこれおかずになるしね、うん、こんな感じで食べたら、撮影の合間にちょっとご飯代わりに食べたりもできるし、うん、おいしい。最近もね、ロピアよく行くようになってね、ロピアもね、確かにね、安いのは安いのよ。でも、激安スーパーから考えると、安すぎもせへんけどね。で、お肉はね、いい。ロピアのお肉はすごいいい。で、まあ、ちょっとお高め。うん、もちろんお肉屋さんがやってるからやけど、ちょっとお高め。で、ねんけど、このロピアのお肉は、ね、綺麗し、美味しいし。で、普通は同じぐらいのレベルで考え、レベルしかランクで考えたら、安い目やしね。うん、ただ、一つだけ難点があるね。現金。うん、まあ、現金やから、カード手数料とかの分、還元っていう形でなってんやと思うんだけどもね。あっちゃん結構、現金持たない派やってね。なので、ほぼほぼ現金使わん派やってんけど、ロピア行くんだからね、現金は使う。使うちょ、現金で払うようになってきてね。だから、現金持つとね、お財布持たんなんてめんどくさい。キャッシュレスやったら、カードと、ね、うん、スマホだけ。で、そんなに大きなお金いらんから、
突発で買う大きなものってめったにないからね。だからちょっと数千円程度ポケット入れたりするのかなと思ったけど、最近メイン食材を現金でね、ロッピアとかで買うようになってきたから、ちょっとね大変で、うん、今までねエバーグリーンはペイペイでしょ。でエバーグリーンネックスっていうのがねできたんやけど、そこはね現金だけやったんやけど、ペイペイ対応になったんよ。だからね、で業数もペイペイかクレカ対応なんていうかね。だから業数なんかじゃんけどね、店舗によったらペイペイいける、店舗によったら、はい、寄ってってもそう、寄ってってとか業数とか一緒、あのそのとこやねんけども、あの店舗によったらペイペイ、店舗によったらペイペイダメね、クレカのみとかね、それとかペイペイオッケーやねんけども、えポイントとかなんか還元とで払ったらペイペイダメで、クレカ払いしかダメとかね、いろいろなあるからね。一応まあペイペイクレカとちょっとした現金ぐらい持つようにはしてんねんけどもね、まああのロピアさんもねキャッシュレスになったら、もうこの世の中キャッシュレスになったらすごい楽なんよね。ただキャッシュレスになるとギラッとお金を出さへんから、いくら使ってんのかわからんくて、最後帳詰めね、あの帳尻合わすのにね把握しとかなあかんから、ちょっと怖いところあるけどもね、まあまあまあな感じでね、あの楽なんよ、お金いちいち出しに行かんでえし、いちいちポケット入れやんでえしね、あれねけど、まあそんな話どうでもいいねけどね、ロピアのでっかいシューマイ美味しかったです。はい、もうね何回も食べてるけど結構お腹にたまるんよ。今ちょっとね3時、もうそろそろ3時なんだけど、またちょっとショート1本作ってね、ショート撮ったんやけども、そのショートはね編集して、でショートはねアフレコで行くから、アフレコ音声撮らなあかんのよ。でそれをやって今日中に出したいなと思ってるんでね。でショートまあ何本か撮りだめしてるからね、で動画と同時にショート撮りしてるから結構大変。でもこれが慣れてきたらね、まあ、同時進行できるようになってくるのかなと思ったりするんだけどね。あんな感じでロピアの皮のせシューマイでお腹がタッポンタッポンちゃう、タッポンタッポンちゃう、お腹がパンパンになってきてね、もうなんかもう大満足、お昼がっつりランチ食べたぐらいの感覚の満足ができました。はい、ということで今日のあっちゃんの、ロピアのでっかい皮のせシューマイ、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ロピアのでっかい皮のせシューマイはおかずですか、おやつですか、どっちにでも OK ですというね、オール OK な食べ物、おろけなお惣菜、ロピアの、大きな皮のせシューマイ、よかったら買ってみてみてください。あのおすすめです。美味しいでした。やだね。バイバイ。今日のあっちゃんのロピアのでっかい皮のせシューマイの、お昼ご飯って言っていいのかな、もう3時やねんけどね、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。まあ豚まん食べてるような感じで、食べたらいいんじゃないのかな。皮のね、炭水化物がいっぱい入ってへん分、ちょっとヘルシーかなと。気になったらもう上の壁ロンとめくって肉だけ食べとき。ではまたね。バイバイ。